2005年の福岡ソフトバンクホークスでは、2005年の福岡ソフトバンクホークスにおける動向をまとめる。2005年の福岡ソフトバンクホークスは、大貞治監督の11年目のシーズンである。球団が大英からソフトバンクに売却され、福岡ソフトバンクホークスとなった最初のシーズンである。ユニフォームをモデルチェンジし、大英時代の黒とオレンジだった。 チームカラーを黒と黄色に変更した。ユニフォームは、ホーム用は胸に、ソフトバンクホークス、ビジター用は、ソフトバンクと書かれたものが採用された。なお、本拠地はこれまでと同じ福岡ドームであり、マスコットキャラクターもホークファミリーから変更されなかった。シーズンでは、3に4月を20勝11敗と、大きく勝ち越すと5月に首位に立った。その後もチームは、 好調をキープし、最終的にはロッテに追い上げられるも逃げ切って2年連続の勝率1位を達成した。しかし、不動の正捕手、城島健治が終盤に自打球による骨折で離脱したのが響き、プレーオフではセカンドステージでロッテに2勝3敗で敗退。2年連続でシーズン1位ながらもプレーオフで敗退という屈辱を味わった。規定で、 プレイオフ勝者が優勝チーム、ありがとうございます。